ユニジャンクショントランジスタは電子半導体部品である。ジットには2つの種類がある。回路図記号いずれのタイプもサイリスタのトリガー、あるいは主張型発信回路の濃度素子として用いられる。ジットのエミッタ電流に対するエミッタ電圧のグラフは不正抵抗領域を示し、このためジットが有用なものとなっている。ジットとプットの最も重要な用途はサイリスタへのトリガーである。 実際、直流の制御電圧増加に伴って、オンとなる時間が増加する。要、直流電圧も、ジットやプット回路を制御するのに使うことができる。この使い方は、大きな交流の制御に重要である。ジットは一箇所しか、接合部を持たないため、ユニジャンクショントランジスタという名を持つ。ジットには三つの端子がある。エミッタと二つのベースである。ベースは低濃度に、ドープされた。 N 型シリコンバーからなる。二つの有抵抗電極 B1、B2 は両端にある。エミッタは高濃度にドープされた P 型半導体である。エミッタがオープンの時の B1 と B2 の間の抵抗をインターベース抵抗という。現在、日本メーカー製造の NSH 型番の JIT、PUT は全て廃品種となっている。ありがとうございます。